皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。9月に今入ってですね、朝晩だいぶ涼しくはなってきまして、夏がそろそろ終わりかなという感じがしてるんですけれども、今日はですね、8月にいわき市アンモナイトセンターで、自分が取った化石を、総括という感じでね、ちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、7月の終わりにはですね、結構サメの歯がどんどんどんとこう割と大きめのやつが出てきてたんですけど、ちょっと8月に入ってからは伸び悩みというか、ちょっとなかなかいい感じのものが出てきなかったんですけれども、その中でも取れたものをちょっと紹介したいと思うんですけど、まずはですね、8月の4日にセンター行って取れたものが、まず琥珀なんですよね。琥珀っていうのは、木の樹液ですね。樹液がその、樹脂になって、最終的に化石になったものなんですけど、これ、全然ちっちゃくて見えないと思うんですけど、3ミリから4ミリくらいの琥珀ですね。アンモナイトセンターではそんなに大きい琥珀は出ないんですけれども、大きくて5ミリ角ぐらいの大きさのものなんですけど、で、琥珀はですね、その中に蛍光物質が含まれてるっていうことは、前の動画でちょっと軽く触れてはいたんですけれども、この琥珀に向かって、ブラックライトを当てると非常に綺麗にこう白く光り輝くという感じなんですよね。これ化石として石に埋まった状態で、光を当てた方が逆にこう分かりやすいんですよね。そこだけこうパーッと光るんで、なのでそのブラックライトを当てれば光るっていう情報を知ってから、もう掘るたびにこの琥珀っぽいやつに向かってこう光をパッパッパッとこう当てて探してましたね。でこちらはですね、100円ショップのダイソーで売ってるものなんですけど、これはブラックライトというか、こちらに、透明な蛍光ペンが入ってまして、紙に向かってこう文字を書くと、この紙に書いた時に本当に何にも見えないんですけど、これに向かってこのブラックライトを当てるとこういうふうにですね、文字が浮かび上がるというものなんですけど、これはですね、結構このブラックライトでこの蛍光物質がこう発光している状態なんですけれども、発掘に際してですね、これがあったら結構便利かなと思いますね。一つの判断基準にはなると思うので、で、8月4日の時に、掘った時にはちょっと見つからなかったんですけど、家帰ってクリーニングしてる時に見つかったのが、一応アンモナイトなんですけど、こちらはですね、ゴードリセラスというアンモナイトなんですけど、それの一部ですね、こう放射状に6という筋がいっぱいバーって入ってて、でアンモナイトの化石の特徴であります縫合線、菊の葉っぱみたいな模様がバーっと入ってるわけなんですけど、それが見えてるんで、これアンモナイトだと分かるんですけど、8月のハイライトといいますかね、一番大きな収穫というのがこれだったかなとは思うんですけど、で8月のお盆の時期あったんですけれども、アンモナイトセンターでは大きい連休の時、大型連休の時にはこう土日だけじゃなくて、その次の月曜日なんかも体験発掘ができるようになって、こう3日連続でね、体験発掘ができるようになっている時もあるんですけれども、その時に出したもので、ちっちゃいサメの歯が結構出たといえば出たんですけど、どこかしら欠けてる完全な状態じゃないものばっかりなんですけど、アンモナイトセンターでは一番よく出るサメの歯のクレトラムナがお盆の期間中に5、6本出まして、
まあ形としてはあまり良くないんですけども、で、お盆期間中に撮れたアンモナイトはこちら、まあ、これもカメラではちょっと見えないかなと思うんですけど、スカファイテスというイジョマキのアンモナイトの一部ですね、はい。まあ、直径は本当に2センチあるかないかくらいのアンモナイトの化石ですね、これはね、はい。でこちらがですね、グリシメリスという二枚貝の化石になるんですけど、これはですね、あの貝がこう二つこう合わさっている状態、二枚貝の化石って結構片側しか出ない、出ないことが多いんですけれども、こちらはですね、こうちゃんと二枚がこう二つ合わさっているところが見える化石になってるんですけど、まあちょっと表面が結構剥がれちゃって、化石というよりはその雰囲気が残っている印象化石のあれっぽいんですけど、まあ綺麗な合弁の化石が出ましたですね、はい。でそしてですね、8月の31日本当に最後の日だったわけですけれど、まあ最後の締めくくりとして、結構でかいものが出たんですけど、こちらですね、はい。ヤーディアとい う、まあ、三角貝の一種なんですけれども、まあ、アンモナイトセンターで取れる貝化石の中では、一番大きいものになっていて、で、まあ、これはですね、アンモナイトセンターのこの大原白鳥 の壁、から出てきたやつなんですけど、壁に入ってた状態というのが、まあ、壁に向かってこう入ってたこの貝のこうてっぺんのところがここにあるんですけど、最初にこう掘ってた時にここだけがこの出っ張りのところだけがポッと見えてて、で周りを掘ったらこうヤーディアンが出てきたんですけども、このこちら側がですね、壁の奥の方に入ってるんで、どこまで貝があるのかわからない状態だったんで、ちょっと掘り出すのにだいぶ苦労したんですけど、まあこの貝の周りをですね、極力大きく掘って、まあなんとか掘り出したんですけど、まあちょっとね、ハンマーとタガネの衝撃でもってちょっと、表面が剥がれちゃったり一部が欠けちゃったりしたんですけど、まあほぼほぼいい形で出すことができましたね、はい。というわけで、まあこれが8月の締めくくりになったものなんですけど、で続いて9月1日の成果なんですけど、まあ1日、結構アンモナイトのかけらがいっぱい出てきまして、まあ、先ほども出てきましたスカファイテスの、まあ、かけらが2つ、それからユーボストリコセラスという、なんかこうぐるぐるぐるっとこう渦を巻いた巻き貝みたいなアンモナイトがあるんですけど、まあ、それのかけらじゃないかっていうのが1つ、それからちょっとアンモナイトの種類はわからないんですけど、そのアンモナイトの特徴であるその光合成が出てる、かけらですね、それがちょっと出てきました、はい。というわけで、まあ、9月1日は、まあなかなかこういい感じの成果が出たんじゃないかなと思うんですけれども、というわけで、まあ、8月のですね、大原白鳥で得た化石の成果だったんですけれども、まあ、これまではですね、こちらの動画ではまあ、その都度センターにいた都度ごとに、こんなもん出ましたっていう動画を出してたんですけれども、まあ、今後はですね、まあ、こういう感じで、まあ、月に1回こう総括するような感じで、動画を作っていきたいなと思ってます。で、まあ、その都度出たものに関しては、まあ、今後はですね、Twitter とかInstagram の方で、写真として公開していきたいなと思っています、はい。まあ、本当にですね、8月はちょっと撮れ高が少なくて、実はお蔵入りになっている動画が結構あるんですけれども、まあ、9月はですね、ちょっと最先端アンモナイトが出たんで、またいい感じで化石を出していけばいいかなと思ってます、はい。まあ、8月で一番の撮れ高というか、まあ、映像としては、まあ、8月31日、9月1日と、まあ、2日連続で言ってるんですけど、まあ、8月31日ですね、ちょっと斜面で、盛大にずっこけそうになりまして、ちょっと無理に
左足を踏ん張った時にですね、ちょっと左下を痛めた感じなんですけど、またその翌日9月1日にですね、また斜面で盛大に尻餅をつきまして、こちらはまあ大した痛みはなかったんだけど、ちょっと尻をねドーンとついただけで済んだんですけども、まあ、体験発掘上こう斜面になってまして、でその掘り出した化石の残骸とか、まあ、石のこうかけらとかですね、そういうものをこう斜面にこうバラバラバラってこう散らばってるんで、ちょっとですね油断するともう本当にずるって滑ってこう転んでしまうような状態になってるところもあるので、まあ、体験発掘参加される時はですね、転んだりして怪我しないように気をつけていただきたいなと思います。はい、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。で、先ほどもちょっと説明しましたけれども、まあ、最新の化石の発掘の成果とかはですね、Twitter あるいは Instagram の方で発表したいと思いますので、検索フォローの方よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。